ナンバーアンダーラインアイが有明で見せた驚愕のパフォーマンス。海外ダンサーとの共演で進化するナンバーアンダーラインアイ。その衝撃のパフォーマンス内容とはダンサー不要論ファンの間で巻き起こる熱い議論とは有明アリーナでのステージはまるで夢のようだった。ナンバーアンダーラインアイの最新パフォーマンスは、その名の通り。 視覚的にも聴覚的にも最高のエンターテインメントを提供し、多くのファンの心をつかんだ。特に注目を浴びたのは、ゴートのパフォーマンスであり、この曲のアドリブパートが海外のバックダンサーたちとの共演で実現されたことが話題になった。まず、ナンンバーーアダラインアイのパフォーマンスのすごさは、そのスピードと技術にある。将軍のフライングは、キングプリンスの時から多くのファンを魅了してきたが、 今回ののライブでもその魅力は健在だった彼の動きは速く、精密であり、まるで空を飛ぶかのような優雅さがあった。ライブに行けなかったファンも、撮影された映像を見ることでその感動を共有することができた。このライブの構成はまさに完璧で、オープニングからクライマックスに至るまでの流れがスムーズであり、観客を一瞬たりとも退屈させることがなかった。 コンプレックスで始まったこのショーは、翔くんの本気のフライングで一気に盛り上がりを見せ、観客を魅了した。翔くんをライブで見たいという願いを持つファンは多く、その声は SNS を通じて広がっていった。プロのバックダンサーたちが登場することで、ナンバーアンダーラインアイのダンスは一層引き立った。ダンサーたちの高い技術とプロフェッショナリズムが、ライブ全体のクオリティをさらに高めたのだ。 彼らのパフォーマンスは、まるでシルク・ドゥ・ソレイユのような壮大な演出であり、観客を圧倒した。また、白い衣装は特に印象的であり、花火の演出と相まって、幻想的な雰囲気を醸し出していた。この衣装は、花火の近くでのパフォーマンスにも対応できる特別な素材で作られていたため、安全面でも配慮がなされていた。後半のゴートのパフォーマンスでは、 会場全体が一体となって盛り上がり、観客は息をのんでその瞬間を見守った。この曲では、将軍がワイヤーを使ったパフォーマンスを披露し、その滑らかな動きとダイナミックな演出に観客は大歓声を送った。彼のグローブは、このワイヤーでのパフォーマンスを安全に行うための工夫であり、その細部にまでこだわりが見られた。ライブの終了後、SNS には多くの感謝の声があふれた。 今日は本当に最高だったダンサーたちが素晴らしかった将軍のパフォーマンスに感動したというコメントが次々と投稿された。観客は、ナンバーアンダーライン愛とそのダンサーたちのプロフェッショナルなパフォーマンスに深い感銘を受けた。一方で、バックダンサーの存在については賛否両論があった。多くのファンは、ダンサーたちの高い技術とパフォーマンスを称賛する一方で、 3人だけのパフォーマンスを見たたいいという声も少なくなくかった3人だけで十分バックダンサーがいなくてもいいという意見も見られた。しかし、これはナンバー・アンダーライン・アイが新しい挑戦を続ける中で、さまざまなスタイルを模索している証拠でもある。海外のダンサーたちとの共演は、特に国際的な視点から見ると非常に興味深い。日本のアーティストが海外の才能とコラボレーションすることで、 新しい文化の融合が生まれ、さらなる進化を遂げる可能性がある。今回のライブでは、海外のダンサーたちがナンンバーアンダーアダラインアイのパフォーマンスに新たな息吹を吹き込み、観客を魅了した。ナンンバーアンダーアダラインアイのライブは、まるでアメリカンフットボールのハーフタイムショーのような迫力があり、観客はそのエネルギーに圧倒された。将君のラップも見逃せないポイントであり、足腰鍛えて会いに行くという歌詞が、 足腰鍛えて会いに来たぜと変わった瞬間観客は大歓声を上げたナンバーアンダーラインアイのファンである i l イズはこのライブに多くの期待を寄せていたそしてその期待に応えるかのようにナンバーアンダーラインアイは最高のパフォーマンスを披露しファンを喜ばせた3人だけのパフォーマンスも素晴らしいがダンサーたちとのコラボレーションによってまた違った魅力が引き出されたのだ 特に、BYC の女性ダンサーとの絡みは、ライブに新たなダイナミズムを加えた。海外のグループがしばしばダンサーを使ってパフォーマンスを行うのと同様に、ナンバーアンダーラインアイも国際的な視点を取り入れた演出を行った。これにより、彼らのパフォーマンスはさらに迫力を増し、観客を魅了した。将軍は常にダンサーたちの地位向上を願っており、その思いはパフォーマンスの随所に表れていた。 彼はダンサーたちの技術と努力をリスペクトし、その存在を大切にしている。ダンサーたちもまた、彼の思いに応えるかのように全力でパフォーマンスを行い、観客を魅了した。ライブ終了後、ファンは SNS でその感動を共有し続けた。今日のライブは本当に素晴らしかった将軍のパフォーマンスに感動したダンサーたちの技術に圧倒されたというコメントが溢れ、ライブの成功を物語っていた。 ナンバーアンダーラインアイのライブは単なるエンターテインメントを超えたものであり観客に深い感動を与えるものであった彼らのパフォーマンスは音楽とダンスの融合によって生まれる芸術でありその完成度の高さに観客は魅了されたそしてライブの最後には観客一人一人がその瞬間を心に刻みまた次のライブを楽しみにする気持ちで会場を後にした ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは常に進化し続け、その度に新しい感動を提供してくれる。今回のライブで見せた彼らの情熱と技術は、これからも多くのファンを魅了し続けるだろう。そして、彼らがどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、ファンは期待とともにその瞬間を待ち望んでいる。ライブの後、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはその成功を喜び、 次のステージに向けた新たな意欲を燃やしていた。彼らは常にファンの期待に依頼、さらにはその期待を超えるパフォーマンスを提供することを目指している。これまでの努力と経験が、今後の活動にどう反映されていくのか、ファンにとっても興味深いところだろう。翔くは、ライブの中でも特に目立つ存在であり、そのカリスマ性は群を抜いている。彼のリーダーシップとパフォーマンススキルは、 ナンバーアンダーライン愛の成功の鍵であり、多くのファンにとって憧れの的である。彼のフライングパフォーマンスやラップは、ライブのハイライトとなり、観客を熱狂させた。また、ガン君のパフォーマンスも見逃せない。彼の身長とスタイルは、一瞬で観客の目を引き、その優雅な動きはまるでダンスの神が宿っているかのようだ。彼の股下86センチメートルという長い足は、 そのダンスをさらに美しく見せている。手の指、足の指も長く、ダンスにおいてもその特徴を生かしている。さらに、海外のバックダンサーたちとのコラボレーションは、ナンバーアンダーライン愛の新しい挑戦を象徴している。ダンサーたちのプロフェッショナルな技術は、ステージ全体を引き立て、観客にとっても新鮮な驚きを提供した。特に BYC の女性ダンサーとの絡みは、 ライブに新たな魅力を加え、そのパフォーマンスの幅を広げた。最後に、あなたはどのように感じましたかこのライブを見て、あなたの心にどんな感動が残りましたか次回のライブでは、どのようなパフォーマンスを期待しますかぜひ、あなたの感想を教えてください。ナンバーアンダーラインアイの次のステージが、さらに素晴らしいものになることを期待しつつ、 この記事を締めくくりたいと思います。